Thầy đang bị lag rồi. Hai Kikuchi sensei, negashimasu. はい、こんばんは。こゆうき先生んばんか。は。わしとランさんと、ブンさんね。はい。皆さんは初めましてですか？はい、先生、こんにちは。はじめは、です。おー、皆さんは今どこにいんの？今、ベトナムで住んでいます。ああ、そうですか。ベトナムのどこですか？ホーチミンです。ホーチミン市ね、わかりました。はい。よろしくお願いします。はい、こちらもよろしくお願いします。はーい。ルンさんは部屋ね。会社の部屋ね。はい、わかりました。C はこんな時間まで頑張ってんのか、9時半。9時35分。頑張るね。ランさんもそうだね。はい、よろしくお願いします。今ね、私は日本にいます。今日、日本に来ました。日本に帰りましたね。今、千葉県にいます。先生や先生。そう。ね。今日は N5、N3 で勉強するこんな言葉を勉強してみましょう。はい。がきっかけで、をきっかけに。きっかけってわかりますか？きっかけ聞いたことありますか？例を見てみましょう。先生、はい。すいません。ちょっと間違ってるんじゃないですか。N4 のクラスです。あ、これ N4 のクラスか。はい、すいません。失礼しました。33課に勉強しています。33かね。ははい。い、すいません。33課は命令形と禁止形ですね。じゃあ、命令形とね、命令形と禁止形は、もう命令、しろ、禁止、するな、だけだから、会話がでか、あまり会話になりません。なので、どうやって命令形に変わるか、どうやって禁止形に変わるか、みんなで練習しましょう。ね。どうやって命令形に変わりますか、どうやって禁止形に変わりますか。順手、まれ、順手、ガムね、勉強しましょう。こんな言葉があります。No, no, 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 no. まずこれ、命令形。ちょっと小さいので大きくしましょう。
上の人が下の人に命令するときに命令形を使います。それか危ないとき、ね、命令形を使います。見てみましょう。命令形の変わり方。各種に定義。おい。食べます。動詞の2グループ食べますは、ますがなくなって、ろをつけます。食べますが、食べろ。はい。動詞の1グループは、飲みます、飲め。で、ますを消して、下の言葉、いだんからえだんに変わります。3グループは特別ですね。来ます、れん。来ますが、来い。しますが、しろ。それだけ。じゃあ、どんな風に変わりますか？みんなで練習してみましょう。はい、この中でわからない漢字があったら、すぐ言ってくださいね。第1グループ、終わります。じゃあ、命令形どうぞ。はい、誰？命令形どうぞ。終わります。命令形。あれ、またルーンさんいないかな。C できますか？cái này thể thể mình nhóm một là giống với thể khả năng đúng không thầy? Thế thế. Thể mệnh lệnh. Chuyển thể mệnh lệnh. Một là chia giống về, chia giống thể khả năng. Nên là thể. Cũng chuyển về hàng E giống thể khả năng, giống một. Nhưng mà đây 33 cả ですね. Hãy. Ừ. 終わります. 命令形は何ですか? Nào, từ mọi người bật hết cả mic lên nào, mic và camera mọi người bật hết lên cho CC nào em. Nào, Trân sàng, Lan sàng, bật cam và cả bật mic lên em. Tắt mic thì làm sao mà học được? Tắt mic làm sao mà thầy nói, làm sao mà trả lời được nhỉ? Phản biện, nếu như thầy nói không hiểu thì phải trả lời ngay. Và em không hiểu, em không biết chia kiểu gì thì để thầy còn ấy lại, thầy chỉ lại. いいですか？はい。先生、最初から、多分みんなまだわからないんで、最初からお願いします。うん、変わり方はこれ。まだ。動詞の2グループ、食べますが、マスを消して、ロを足します。だから、食べますが、食べろ。で、2グループ練習してみましょう。はい。わかりました。うん。気をつけます。命令形は？じゃあ、ランさん。気をつけろ。そうです。続けます。にゃーさん。続けろ。そうです。それだけ。いいですね。はい、し、見つけます。見つけよ。見るせんなので。はい。見よ。見つけろ。そうです。ね。マス消してろ。投げます。ランさん。あげろ。ん？投げます。投げろ。そうだね。はい。投げますってベトナム語なんて言うの？投げます、投げます。ネーム。ネームって言うんだ。ああ、なるほどね。はい。逃げます、ニャーさん。逃げろ。うん、逃げろ。ね。危ないときだから、おい、逃げろと言います。はい。
し、あげます。あげろ。あげろ、そうですね。はい、ランさん、下げます。下げろ。はい、それだけ。いいですね。はい。じゃあ次、1グループ。ね。飲みます。ますを消します。そうすると、のみ、みになりますね。みは、いだんです。まみむめも、ね。あいうえを、まみむめもだから、いのだんですね。いのだんを、あいうえ、ね。まみむめ、めに変えればいいだけです。のめ。じゃあ、1グループを命令形に直してみましょう。終わります。わかりますか？わかりません？じゃあ、1つずつやっていきましょう。ちょっと待ってね。準備するからね。ホワイトボード、終わりますを命令形に直してみましょう、ね、まずますを消します。終わります、そう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 、そうですね。一番最後の言葉がりですね。りはら、終われい、る、れ、ろ、ね。はい。りは、いと同じですね。あい、上から2段目。こういうのをね、イダンと言います。リはイダンです。命令形の時、ね、命令形の時、動詞はマスを消して、一番最後の言葉、ここがイダンですから、それをエダン。エダンに変えます。ラ行の、ラ行のエダンは、ラリルレですね。だから、終われが命令形です。ね、終わります。マスを消して、リをエダン。れに変えます。そうすると、命令形になります。ね、終われ、ね。はい、じゃあ皆さん、日本語の授業、終われ。いいですか？はい。あ、キアディー、私は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 キアディー、ra lệnh kết thúc.
先生、命令形の意味はまだわからないんです。命令形の意味は命令でしょ？マイレンでしょ？マイライ、ノラビ、マイライ。それだけ。だから14課で終わってくださいって勉強しましたね。はい、けと。ね。3。命令形は命令ですから、もっと意味が強くなります。命令形ね。意味が強いです。先生、いいね、ラフで、いいね、の、といや。に分かりましたか？大丈夫？はい。わかった、今、ありがとうございます。はい、OK。じゃあ練習しましょうね。C、大丈夫？大丈夫です。OK。じゃあ練習しましょう。はい、よし。書くのどうするの、これ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。一回戻します。はい。じゃあ練習しましょう。はい。行きます。命令形は何ですか？いけま。行きますの命令形。いけ。そうです。いいですね、にゃーさんね。はい。聞きますの命令形は、ランさん。きます。聞け。そうですね。はい、いいです。出しますし、はい、そうです。はい。ルーンさん。はい。今、命令形に変える練習をしています。手伝います。命令形は何ですか？バスに。ん？手伝い。はい、そうです。手伝い。戻ります。ランさん。はい、守ります。にゃーさん。はい、そうです。いいですね。今の言葉の中、今の動詞で意味がわからない言葉ありますか？ありません。OK。じゃあ次、3グループ。運動します。し？運動しろです。はい、そうです。注意します。ルーンさん。もしあんまりルーンさん、マイク使えますか？難しい？ルーマーキャンルーマーキャン。はい、わかった。じゃあ、ランさん。
じゃあ C どうぞ。はい、注意そうしでろす。です。そうだね。にゃーさん、来ます。来い。はい、そうです。じゃあ今度これ。お金を出します。ランさん。金を出します。金を、出せ、はい、そうおです。金を出せ。はい、そうですね。悪い人がいますね。悪い人がお店や銀行に来て、お金を出せ。お金を出せと言います。これもちょっと怖いです。命令形を使っています。だから意味が強いですね。おい、お金を出せ。と言います。そう。ね。はい、次。早く起きます。にゃーさん。おやくあおは、きはや。れ、早くおきけ。起きますは動詞の第二グループです。すみません、間違えちゃった。はい、ますを消してどうですか？早く起きろ。そうですね。すみやまさん、せ日ん、本間語上違え手まだした。ね。ええ、まだ。間違えちゃったっていうんだね。すごいね。どこで日本語勉強したんですか？まあ、会社で日本語を勉強しましたけど。そうなんだ。すごいね。え、にゃさんの出身はホーチミンですか？はい、そうです。そうなんだ。ホーチミンの何区？リクーリ。すごいね。失そう礼か。しました。すごいね。シーとかランさんってホーチミン行ったことあんの？シー、ランさん。ホーチミンへ行ったことある？ってことか。まだない。まだないか。シーは？まだありそうああ、な。そこそこ。へえ。気がする。いろいろなところからね、みんなで一緒に勉強していますね。次。っていうか、早く起きろって言ったけど、早起きですか、みんな。起きですか？毎朝早く起きますか？毎朝早く起きています。何時ぐらい？ベトナムは多分4時半ぐらいです。すごいね。仕事でから。なるほどね。はい。C は？7時半がない。普通です。はい。ランさんは？7時45分。なるほどね。まあ。僕はね、日によって違います。例えば、ちょっと僕は春と他に、春と協力しているセンターとね、教えに行ってるんだけど、春で教えるときは、だいたい6時とか7時に起きます。で、遠いセンターに行くときはね、5時ぐらいに起きます。遠いですから。でも私はもう、早く起きるのが得意ですから、早く起きろ、早く起きろと言われたことはありません。早く起きろと言われたことはありません。皆さんはどうですか？早く起きろと他の人に言われたことがありますか？し？这个要不能说呢？他のことはありますか？
他の人からお父さんやお母さん。わから他の人から、しんさん、早く起きろと言われたことがありますか？他の、あ、わかりました。ありません。ランさん。はい、あります。はい。そうですか。わかりました。大変だからね、仕事とかね。にゃーさんは早いですけど、どうですか？言われたことありますか？はい、言ったことがあります。いや、今はありません。私の子供俺から。あ、子供の頃ね。なるほどね。わかりました。OK、いいでしょう。いいですよ。すごいですね。はい、もう少し練習。はい、もう少し練習しましょう。信号を守ります。命令形は何ですか？信号を守ります。はい、ランさん。信号を守れ。はい、そうですね。ランさん、ラムドンだったっけ？ランさん、出身は？ラムドンだよね。噴煙。あ、噴煙か。あ、ごめん。はい。あ、ごめん。間違えました。噴煙か。C はゲアンで、ニャーさんはホーチミンだ。C、ゲアンだね。はい。C のうちの周りは信号がありますか？ C、あ、あ、ゲアンコイン。電気ヒュー。電ザオトンキヒュー。ゴグルゴグルにした。ありますか？ あります。たくさんある？はい、たくさんありますか？はい、たくさんあります。あ、たくさん。じゃあ町なんだね、C の田舎はね。あ、そうなんだ。皆さんのところはね、もちろんホーチミンしたからたくさん。私もハノイだって。噴煙もありますね。そうね。信号を守れ。信号、ベトナムは信号を守る人が、守らない人が多いですね。はい、うん。恥ずかしいです。だから私はハノイ、私は今ハノイに住んでるんだけどね、ニャーさんね。はい、バイク乗ってるときはいつも、こう、信号を守れと思っています。ね、あ、そうですか。そう、はい、でも、ホーチミン、時々見た外国人、守らないと思って。あ、本当、そうなんだ。はい、それは問題ですね。どうで日本人はどうですか？守りますか？人によって。人によってまあ、そうだね。ベトナム人、日本人じゃないね。人によってですね。じゃあ、みんなもね。信号を守らない日本人がいたらね、信号を守れと命令してください。ね、はい、次。ここにいます。はい、どうですか？ランさん。ここに。います。にゃーさん。はい、すみません。少し待ち、また。また。ち。えだん、えだん。え。立ちつて。て。はい。待ちて。待て。待て。
そうだね。待ちます。ますを消して、ちいをえに変えますから、待て、ね。少し待て。少し待って。ね。待ってだと、きつ音が入るから、待てです。本ファイ、待ってね。待て。少し待て。だから、例えば、命令形だから意味が強いんですよ。例えば、今、先生、こうやってインターネットで勉強してるでしょ？で、ちょっと用事があって、第14、ちょっと、皆さんすいません。ちょっと待ってください。ね、これ丁寧ですね。はい。だけど、命令形の、ちょっと待て！はい。ちょ、弱いですね。弱いです。そうね。はい、まあ、私は先生で皆さん学生だから、まあ、いいけど、ね。あまり丁寧ではありません。ね、命令形ですから、はい、丁寧ではありません、ね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次。はい、し、窓を開けます。あ、窓を開けろ。うん、そうだね。窓を開けろ。で、ちょっと練習してみましょうか。はい、し、部屋の後ろのドアを開けろ。後ろ。はい。後ろ、後ろのドアを開けろ。開ける。あ、はい。あ、ワークショーだ。開けろ。開けろ。はい。開けます。はい。開けてください。どうぞ。はい。やりばらない。どうぞ。はい、じゃあ皆さん、あ、ランさん、カメラをつけろ。はい。はい、いいですね。はい。カメラを消せ。カメラを消せ。うん、オッケーオッケー。いいですね。ああ、そうそうそう。そういうことです。そういうことです。命令形ね。オッケー。ね。はい。じゃあ、にゃーさん、カメラつけられる？大丈夫？はい、大丈夫です。うん。はい、じゃあカメラをつけろ。はい、うん、OK。はい。右手にボールペンを持て。はい。そうです。OK です。いいよ。じゃあカメラを消せ。ありがとうございます。OK ですね。こういうことですね。じゃあもう少し練習し、あ、ルーンさん。ルンさん、お帰りなさい。難しいね。はい、次。お金を持っていきます。お金を持っていきます。はい、C、どうぞ。まあ、持っていきます。今持って行きます。お金を持って、持っていや、いや、い、いか、いけや。お金を持って行きます。そうです、そうです。いいですよ。お金を持って、じゃあこれは、いけです。うん、お金を持って行け。あ、ちょっと待って。あ、先生。うん。持って行きますらにょん、もう持って行きますらにょんばーし。もう、ちょっとやってみましょう。練習。ちょっと待って。こういうことだね、C ね。これですね。うん。はい。じゃあ、命令形どうぞ。あ、お金を持って、こいです。はい、そうです。合ってます。ルン、ね、だからこ、持ってきますは3グループ。持っていきますは1グループ。ね、いいです。はい、じゃあ次。
ルンさんできますか？ルンさん。あ、聞いちゃったね。はい。はい、にゃーさん。単語を覚えます。単語を覚え、単語を覚えろ。うん、そうだよね。単語を覚えろ。じゃあ、皆さん。何がいいかな。うん。今から私が言う単語を覚えろ。今から私が単語を3回言いますから、この単語を覚えろ。1回目。パソコンのマウス。2回目。パソコンのマウス。3回目。パソコンのマウス。わかりました。覚えましたか？はい。先生は何と言いましたか？先生、もう一度お願いします。私は何と言いましたか？なんとか。先生の字。ああ。ブーナイ先生の字。しょうがないで、これ見てやろう。ああ。覚えろって言ったでしょ。はい、ランさん。日本よ、先生。みやさん、わかりますか？なってじこのちょっとめいてんけじ。あ、うまい、うまい。はい。日本語は？だって単語を覚えろだから。日本語は何ですか？に日本語、私は日本語で何と言いましたか？3回言いましたね。何と言いましたか？にゃーさん。先生そっか、マソコン、持ってうん。まう。マウは日本語ではないで。マウスは、マウスは、パソコンのマウス、コンそうだチョ。ね。そう、パソコンのマウスです。はい、そうです。パソコンのマウスですね。じゃあ、皆さんは今言葉を覚えました。ルーンさん、聞こえますか？ 大変ですね。とてはも大い。変。大変だね。練習してみましょう。はい、ルンさん。残業します。命令形。します。命令形。残業します。命令形は？残業しろ。そうです。合ってますね。残業しろ。ね。これが命令形です。どうですか？皆さんの会社でよく残業しろと言われますか？はい、し。あ、ちょっと、ちょっと、調整しますね。こっちでやって。はい、ランさん。私、残業あります。残業しろと言われますか？
意味は同じなんです。残業がありますかという意味と、残業しろと言われますかっていう意味は大体同じです。今皆さんは N4 を勉強しているので、N5 の簡単な質問より少し難しいですね。会社で残業しろと言われますか？はい。言われます。言われます。そう。はい、言われます。ね。N5 の場合は、会社に残業がありますか？はい、あります。いいえ、ありません。でも今は N4 で、言われますを使って、残業しろと言われますか？はい、言われます。いいえ、言われません。はい、言われますの場合は、残業があるということね。いいえ、言われませんだと、残業がないとか、少ないという意味です。にゃんさんの会社はどうですか？最近は残業はありません。でそう。も、まあは残業はありまそうですす。あっか。た。わかります。月によって残業の量が違いますか？次の、それは、对他。先生、今ご存知ですね。正解です。ちょっと困っていましたから、ベトナムの会社も、注文がありませんし、なるほどね。でも私は仕事事務所でから、何を。なるほどね。じゃあ今は仕事が少ないですから、あまり残業しろと言われません。ね。そうだね。わかりました。どこもね、大変ですね。はい。次。禁止形です。定冠。ね、練習してみましょう。2グループ、食べますは、マスを消して、てんるな、ね、食べます、食べるな、飲みます、飲むな。この場合は、飲み、いだんが、まみむ、うだんになります。そして、なをつけます。3グループは特別。来ます、れん、来るな。ね、かん、れん、ね。します、らん、するな。かん、らん。練習してみましょう。触り。あ、これ、この中でわからない漢字がありますか？わかります。わかりますか、ルンさん。今なんて言った？ルンさんの字？先把拉子哦，有干净的呀。読みますね、先生ね。これ。触ります。そう。ね。動きます。帰ります。急ぎます。寝ます。食べます。来ます。予習します。ですね。もう練習してみましょう。あまり時間がありませんからね。練習してみましょう。はい、じゃあ、ランさん、触ります。禁止形。触れな。ん？触るな。そうですね。ラリルだね。触るなですね。動きます、にゃさん。きます。動くな。はい、そうです。帰ります。ルンさん、わかりますか？帰ります。テイク、チュインテイカム。かえやるな。そうです。急ぎます。ランさん。急ぐな。OK。にゃさん、寝ます。動詞2グループ。寝るな。そうです。ルーンさん。
食べる、食べ食べます。るな。そうです。借ります。ランさん。借りるな。そうです。来ます。にゃさん。来るな。うん。予習します。にゃさん。予習します。予習するな。はい、そうですね。合ってます。じゃあ、文がここにあります。言葉じゃなくて文ですね。Go。タバコを吸います。ルーンさん。タバコを、な。そうです。タバコを吸うな。ね。ああ、疲れた。タバコ吸う。タバコ吸うな。はい、すいません、すいません。すいません。日本では今、こういうところ、タバコを禁止されている場所が今、とても多いです。大きい町でタバコを吸うと、罰金2000円とか取られます。ホーチミン市はどうですか、ニャーさん。はい、最近、ホーチミンの人もタバコを吸いませんでした。なるほどね。ああ、そうです。はい、電子でタも、バコはどうですか？電子タバコ。電子が何ですか？電気のタバコ。多いですか？まり。あまり。ああ、そうですか。ハノイはね、電子タバコを吸う人が多いです。どうしてか知らないけど。ね、大変ですね。うん、なんかね。あと日本人は、日本人でタバコ吸う人ね。日本人でタバコ吸う人は、とてもベトナムに来たがります。どうして？って言うとね。ベトナムは禁煙じゃないから。禁煙の場所が少ないから。もうゆっくり、ああ、タバコ吸いたいですね。ね、空港に着いて、日本の人は、日本の会社員とかね、ベトナム来るでしょ。ホーチミン知りませんけど、ハノイのノイバイ空港来るでしょ。そうすると、ああ、ベトナム来ましたって言って、まずタバコを吸います、ね。面白いというかな、何と言っていいか分かりません。よし、次。英語を話します。誰？ルーンさん。英語を、話すな。はい、そうですね。英語を話すな。ごん、ノイティガイン。例えば、じゃあ私が、こんなことを言い出したらどうですか？今天我回日本到8点，中午8点，忘れちゃった。今中国語話しましたが、少しね。そうすると分かりませんね。皆さん。はい。はい。そうすると、先生、中国語を話すな、となりまうん。す。まあ、先生だからね。ちょっと禁止系は ダメかな はい、次。これ、電話をかけます。ランさん。電話をかけるな。はい、そうです。電気を消します。にゃーさん。電気を消せろ。ガム。禁止するな。間違えた。すみません。電気を消せろ。ます、ぼう、ますね、まずは。ダウテンボーます。消し、いだん、ちゅん、うだん。
Siro. Kế sư. Kế sư. Rửa nạ. Kế sư. Nạ. Cái này. Cô đấy. Kế sư. Nạ. Thêm nạ nè. Nhóm mô tìm. Chuyện. Thế. Phụ trực. So, 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 so. Đoạn u. Sau đó thêm nạ. Hãy. Sư nạ. ですね。はい。皆さんでも間違えた時の反応が上手だけど、どのくらい日本語勉強 しましたか？まあは勉強しました。今は多分全部思いできません。うん、いや話すことはできるだけど、字と漢字は見ることは忘れたし。そうですか。でもだいぶ上手ですよ。全部でどのくらい勉強してますか？1年間ぐらいはだけど、今、日本人会社で働いているだから、毎日聞こえます。ああ、いいですね。とてもいいね。日本人の会話を聞いていますね。すごいな。会社に日本人何人ぐらいいますか？2人です。それでも。今、はい。うん、でも、まあは。うん、4人、6人。ほう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 。コロナあったらちょっと大変だから、皆様借りました。なるほどね。そっかそっか。はい、まあでもまだ2人いるからね。いいですね。はい、2人いますから。そうですか。はい、じゃあ次これ。コンピューターを使います。はい、ルンさんどうですか？ルンさん、マイクを。はいはい。コンピューターを使うな。そうです。OK、合ってますね。じゃあ次。机の上に座ります。ランさん。机の上に座るな。そうですね。どうして？どうして机の上に座ってはいけませんか？どうしてどうして？例えば先生、机、え、よくないね。よくないですね。机の上に座るなですね。そうね、失礼ですから、ね、座ってはいけません。もちろん机の上に立ってもいけません。机の上に立つな、机の上に座るな。ではこんな感じでね、命令形と禁止形の練習をしました。このかの時はね、あまり会話ができないんですよ。ね、命令形だから、禁止形だからね。そう。だから今日は、どんな風に、命令形に変わりますか、禁止形に変わりますかという練習をしました。ね。また次回はね、文法の内容に合わせて会話ができればと思います。他にもね、第33課、こんなことがあるんですね。さっきちょっと言葉の勉強したね。使用禁止はどういう意味ですか？使用禁止。うん。使用。はい、そうです。日本語で。使用禁止。どういう意味ですか？使用禁止、ベトナムの意味は、禁止使用です。うん、うん、うん。使用、日本語で説明してください。使用禁止はどういう意味ですか？ヌファプチョンバイ、ババ。
使用禁止はという意味です。使用禁止はどういう意味ですか？ん？難しい？ランさん、ニャーさん、ルンさん。使用禁止はどういう意味ですか？cấm sử dụng tối ưu ý nghĩa đấy. Cấm sử dụng mà, nhà sản Việt Nam ngữ đấy chứ? Nhật ngữ để giải thích cho các bạn. Hãy giải thích cho thầy bằng tiếng Nhật. Sử dụng kim chi. Hai. Hai giải thích chỉ kim chi. Kim chi. 難しい？こんな説明の仕方があります。はい。使ってはいけないという意味です。パクラ、チュンタモイホプテマイレ、使うな使うなという意味です、ね。他にも勉強したね。使用中はどういう意味ですか？使用中は、ベトナム語の意味は、うん。Đang sử dụng. うんうんうん、そうだね。じゃあ日本語でどうぞ。日本語で説明してください。使用中はどういう意味ですか？使って。使って子供のを使っているという意味です。はい、そうですね。使っているという意味です、ね、そう。じゃあ勉強中はどういう意味ですか？ルーンさん、勉強中。あ、勉強は中は勉強中は、あ、Tin nhật 勉強中có nghĩa gì? Là đang học ạ. So, giờ đang học. Tin nhật nói sao? Bên kia chưa どういう意味ですか？あ、なるほどね。はい。勉強中は勉強しているという意味です。それだけ。そう。使用中は使っているという意味です。勉強中は勉強しているという意味です。ね、この中っていうのね、言い方よく使えますから覚えてください。勉強中、ね、使用中、仕事中、食事中、トイレ中とかね、何でもしているとき、中、ね、よく使いますから覚えてください。はい、ありがとうございました。最後にね、今日は命令形と禁止形の練習、最後にどういう意味ですかという意味です。少しだけ練習しました。ありがとうございました。終わりましょう。おやすみなさい。はい、先生、お疲れ様でした。お疲れ様。ランさん、10時半だね。眠いですね。明日頑張って。失礼します。失礼します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。